高橋先生といえば、プロ職人ですよね。ルーティンで100個は取るようにはしてまして。すごいよね。小顔のスペシャリスト、カズ先生です。始まりましたねー。おいでやす。岡山院の院長の高橋徹先生になります。よろしくお願いします。高橋さんが大学1年生で僕が3年生だったので何年かな19年、すごい19年一緒なんですよ。もともと精神科の先生だったから3年ぐらい、まあ精神科ですか。公会院の統括院長の白渦翼先生と同級生で4年ぐらい同棲してましたもんね。そうですね、同級生ね。あれ同級、あれ同級っていうんですか。僕も成立男で彼も男であの多分同級です。でも同じ服シェアしてましたよね。してましたね。はい、同棲かな。一緒に働くとは思わなかったですけども仲良くずっとやってましたよね。そうですね、エルムの先生方とはもう学生時代からもう大体仲いいメンバーですね。菊池総院長もそうですし、早川祐介先生もそうですし、仲いいですよね、その関係的に。でそうですね、はい、大学がまたちっちゃい分知り合う機会が多いんで。もともとは宇和島出身ですもんね。そうですね、宇和島出身ですけどあまり美容とは関係ない。ビタミン C ですから。確かに美容にいいです。あ、美容にいいです。僕一回行きましたから高橋さんの宇和島の実家に。どんなとこですか。すぐ海、すぐ山で、平地はちょっとなんで、みかんかハマチの養殖、大体この2つ。そうだ、思い出した。高橋さんと宇和島に行く前に松山で朝まで飲んでて、高橋さんの家に行こうやってなって行ったんですけど、初めて実家行ったのに高橋さんが具合悪くなっちゃって自分の部屋で寝込み出したんですよ。そしたら僕今で一人ぼっちになっちゃって、はい、お母様がちょっと心配されてなんか食べるって言ったから、宇和島だからみかんがたくさん庭にもなってたからみかんもらえますかって言ったら、お母様がスーパーで買ってきたんですよ。そうですね。取り放題じゃない。取り放題じゃない。スーパー行ったんだってなって気まずくなって出ましたもん。医学部の人が甲子園とか行く人ってなかなかいないと思うんですけど、高橋さん高校時代甲子園行ったんですよね。出身高校が愛媛県宇和島東高校。あ、名門じゃないですか。そうですね、はいはい、もう10回近く甲子園行ってるような。なかなか珍しい。ポジションとかどこだったんですか。僕は野球はやってないんですけど、野球部が強かっただけで、はいはい、3年連続。あ、僕は新聞部でアルプス席でメガホンを振ってました。野球部じゃなかった。野球部ではないんですけど甲子園は行ってます。3年連続。3年連続で、はい、なるほどですね、はいはい、中学時代も全国行ってます。え、どういうことですか。中学時代、野球部だったんです。中学時代は本当に野球部で。本当の野球部で、ポジション、ポジションはベンチです。え、アルプスです。変わらず出てないってことですね。出てない、出てない、出てないです。はい、高橋先生といえば、ほくろ職人ですよね。そうですね、もう9時間ぐらいクリニックいるんですけど、はい、もうほくろをどう取ろうか、アフターケアどうしようか、広島院さんお邪魔してほくろの指導がてらほくろ祭りっていうので広島中のほくろ取りたいなと思ってます。ちなみに1日最大何個ぐらい取ったことがあるんですか。ルーティンで100個は取るようにはしてまして。すごいよね。気分が乗ってきたらまあ300個ぐらい。はい、マジですごいんですよ。すごいですね。顔のほくろ、首のほくろ、腕のほくろ、またちょっと取り方違いますんで。ほくろといえば岡山に行けば取ってくださるんですね。そういうことですね、はい、何でも聞いてください、ほくろのことは。私結構先生の好きなリールがあって、多分フクロウのことですかね。静止画を一枚一枚つないでリールにして、結局静止画っていうリール、それをフクロウリール読んでる、ね、読んでます。めっちゃシュールです。あ、シュールですね。はい、その噂のフクロウリールこちらです。動いてません。この動画がいいと思った方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。インスタグラムをやっておりますのでぜひフォローお願いします。次回の動画もお楽しみに。帰ってくらーい。俺ならどうしましょうか。やはるさん、宇和島、投球あります。投球があります。あ、投球、あ、じゃあ、ともこがこれにして俺がこれにします。